田の居酒屋で酒をちょっと飲んだんですけど、まあ、僕はまあ昔あそこに百反坂っていうのがあるんですよね。そこに住んでたことあるんですが、昔々池上さんに歌がありましたね。知ってる方は知ってる。司会やりました。あ、そうですね、はい、でそれがまず頭に僕入ってて、で自分が百反坂に住んでた頃とこうしまして、でちょっと、あそこの駅前の道がまっすぐなんですよね。でこれアルファベットでいくと愛という字イコール愛情の愛というようなちょっと読み方をして、愛の老後戸越銀座の夜商店街でかいんだよね。まず初めて歌うんで間違ったらごめんね。シャレた駅銀座の名前が懐かしい、降りてみようかためらった鍵札出ていた二人、あの頃暮らしていた坂の多いこの街を、愛を求めたこの道に迷い感じてた。百反坂から回り道、いつも二人は夢を追いかけてどこまで続くのか、愛のロードを行くよ。戸越銀座の夜、街の外れの古い店、坂の途中の居酒屋の渋い親父に惹かれてた。今はどうしてる、二国渡って右側のお箱、親父の手作りは今の思いを癒してくれる。戸越銀座の夜、百反坂から回り道、遥か遠くを思い出す、どこまで続くのか、愛のロードを懐かしいあの夜、戸越銀座の夜。まあ、ちょっと勘弁してくださいね。さっきっていうかね、午前中作ったのとばっかりで、愛のロード、戸越銀座の夜、またいろいろ修正してですね、皆さんに喜んでいただけるように歌にいたします。ありがとうございました。